じゃあ、まあ、根本的なこの形にまあなったとして、この日本でですね、これがカクンと落とせるかどうかっていうのをこう、まあ、ちょっとこう、うん、ゆっくりやってみてください、ね、強く握ったってダメです。これ腕でこうやってんじゃなくて、体でこう、まあ、見えないかもしれないけど体の中でこう動いてるわけだな、はい、こういうこう行ったり来たりのこの7割が水分だというこの水がこう波のように行ったり来たりが表に現れてないかもしれないけど、それでグッとこう入れるとこう落ちるようにまあなります。一回崩れたらもうあとは容易なのでね、だんと自分の自軸が動かない中でなんとこう手が腰に対して手が遅れて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 入ってくるようにしますね。脇がもうとにかく離れないで、こっちをバーンと行く時もこっちをバーンと行く時も返す時もね、まあ基本動作の中で下段払いとかあるわね、あれを手でこうやってやってたらダメです。どっちか手をここに持っていきたいのを残りのこう体でこう残りの体で持つ、こっちはワンって張るためだけのためにそれ以外がブスンとこう動くような動作をこうつけていく。手で引くというよりは体全体で前足つま先が大事で、ここ踏んでブンとこう持っていく。でこういう動きが、まあ、例えば、まあ、生産の方の中でついて裏剣という動作があるわな、ちょっとやってみろ、中段入ってここから中、うん、はい、うん、これを腕の力でそうやるんじゃなくて、ここの見ててね、腰前つま先踏んだこの腰の中でこう腰の中でこう返します。内と返しをドーン、こうかかとついてないで母子球をしっかりこう踏み込んでないと腰がブーン、手がこういうふうに動いてくれるように腰でこう返します。これが、持たれた時にこうブーンっていうこういう返しになったりとか、あるいはこういう返しになったりとかっていうふうにこう、まあ、いくわけやね。